はい、どうも、はい、どうも、みさん、です。お願いします。では、一緒に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンです。そして、いぶきです。よろしくお願いします。あの、スカイピースの公式ライバルのいぶきです。あー、そうです。違う、違う。ということで、はい、今日はね、まあ、いぶきの相方のヨヘがね、いないということで、はい、うん、ヨヘにドッキリをかけていこうと思います。やや、第2弾でございます。で、第1弾はあの、ヘイフラのね、ニコちゃんとデートに行ったのね。どういうことを彼は隠したっていう動画を撮ってた。そうですね。で、結構俺らの中でトミーとか去年一番面白かったみたいな。すごかったね、おもろかった。で、俺もヤバかったんだよ、あれを見てて。ヒリヒリしたじゃん。はいはい、そうだね。さすがに、うん、本当に合わせないとこれはかわいそうだなとちょっと思いまして、うん、そうだね。まあ、今回、はい、なんと、ヨヘ、平成フラミンゴの2人に今日会えます。うわすごい。しかも2人に、2人に会うことが決まってるんです。えぐい。すごいんですよ。まあ、いろいろ話がこう、二転三転して、うん、2人ともお願いできるということなので、はい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 、リオちゃんに会えたらヨヘ嬉しいもんね、さらに。いや、嬉しいと思います。プラスでね、はい、それただ会うだけだと、うん、まあ、あんま面白くないじゃないですか。まあまあ、面白いんだけど、ね、面白いんだけど、俺的にはあんまりワクワクはしないというか、本当に合わせてあげたい気持ちはあるんですけども、うん、まあ、前回からいろいろ話してて、うん、いぶきのヨヘイの相方としての不信感っていうのはやっぱりあるのかなと思って。まあ、逆にね。もちろんですよ。ありがとうございます。あのね、動画でね、はい、なぜかいぶきだけ傷つく可能性があるみたいね。はい、ヨヘイは誰にも言わなかったんだよね。はい、あれ、でも俺にも言ってないなっていう。そうです。親友方なんですか。そこにちょっとフォーカスを当てまして、はい、ちょっと複雑にはなってしまうんですけども、うん、まあ、ヨヘイがこの後トミービデオということで、うん、あのトミーとヨヘイで撮影するのが決まってるんですよ、うん、みたいなね。はい、で、そこで実はドッキリ的な感じで今日平浦に会えますみたいな感じで言うわけですよ。ほう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 。で、平成フラミンゴの2人は今日ウームで待ってるっていう形になってるんで、はい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 、平浦に会えるぞっていうタイミングでいぶきからヨヘに電話をしてもらう。ほう。なるね。はい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 。ちょっと待ちのタイミングでね。待ちのタイミングで、はい、もうここにいたら絶対ヘイフラの2人に会える、うん、夢が叶うっていう状況を作った状態でヘイフラ VS いぶきをやっぱ見たいな。あー、見たいね。ついに来たか、バーサスが。だからいぶきに電話してもらってヨヘに、ちょっとマジ申し訳ないんだけどちょっと急ぎで来てほしいと。はい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 。俺ら的にはさ、やっぱいぶき取ってほしいんで、うん、いぶきを取ったら平倉に会えます。おー、なるほどなるほどなるほど。なるほど。待ってたら誰にも会えなくていぶきの方に行こうってなんで、いぶきの方に行ったらそこに平倉もいるっていう。いやでもあいつ、いやもう2つ取れるかゼロかです今日彼は。こっちで正解を決めるっていう謎。倫理観を決めました。え、ヘイフラやっぱ先輩なわけだよ。はい、だから先輩との予定ってなってて、ヨヘのために、ね、事務所に来てくれるっていう予定を取っ払って、うん、そのある程度さ、イブヨヘのためにもなるわけだよ、その感じじゃん。そうですね。それをイブキの方に行くっていうのが若干ちょっと、ちょっとヘイフラ寄りにヨヘが考えてしまうポイントだったりするかもしれない。いやあいつマジで多分結構来ないと思うんですよ。これ結構マジの話だ。あともう一個、今回ちょっともう一個検証したいので、ちょっと一つだけ言っていいですか。シンプルに今回に関しては連絡多分くれていいっすよね。ヘイフラさんとコラボしてくるわとかは。あ、そっかそっか。多分シンプルに僕にないとおかしいんですよ。だって確かに。絶対に確かに確かに。これもう一個の検証です。あ、何パーぐらい相方として確率。え、多分あいつマジで来ないと思う。それはえ、どんだけ信用してない。そんなことあるか。いやもうあれこの前のあれで多分あいつ言わないんですよ多分。いやで、あそこから2回ぐらいプライベートの感じでもあいつ言わないやつあるんですよ。あ、で、言うに言えよっていうやつを。なんかの時もなんかちょろっとなんかさ、絶対言わない、言わないよみたいなの。あとトミーさんとどっかの時でも何も言わないんですよ。それなんか、あ、それだそれだ。マジで言わないんですよ。え、そう、外って行くやつとかじゃない？それこそあれ韓国かなとかも多分あいつ韓国か何かもう言ってないんですよ。
で遊ぶ。もうだトミーさんと遊ぶとこなんか隠すんですよ。なんでだよ。だからそれ許せないんですよ。なんで隠すのってマジで。確率は確率は来る確率え、これマジで 10% っす。え、今日 10% の確率でしかヨヘヘフラに会えないの。競馬じゃん。いや、そうっすよね。運命の選択みたいなもんですもんね、うん、10% です。10%、いやでも 10% なんだ。こんにちは、トミネアのトミーです。そしていぶきとヨヘのヨヘです。よろしくお願いします。今日ね、ちょっとやりたい動画がありまして、はい、韓国語です。今日はだからもう韓国語へ、はい、本日の企画なんですけども、はい、ヨヘついにヘイフラのニコちゃんに会う。うわぁ、なになになに、嘘だ。いや、ガチよ。これはガチだね。急遽、今日撮れるってなったんですけど、そもそも全員今日俺らも本部予定あったんで、はいはい、まぁ、ちょっとこうイレギュラーな形で撮影にはなっちゃうんだけど、はい、なんとかです。けど今回ニコちゃんだけじゃなくて、リホちゃん来ます。2です。ガチで言ってます。はい、そこにちょっとヨヘ。ヨヘ！ヨヘ登場していただいて。イブヨヘではなくもう。ヨヘ、ヨヘしかいないってよ。俺はヨヘ。ヨヘ！ヨヘ、君だけ今日スケジュールがピンですごい空いてたんで。いや、すごい空いてましたけど、もともと。ガチ？ガチです。え、ストレートに合うんですか。ストレート愛です。前回あんなめちゃめちゃしてストレート愛ですか。ストレート愛です。おめかししないと。香水してないです。香水、香水貸そうか。はい、貸してください。こっから六本木のウームの事務所に移動して、はい、で、そこで会うんですけど、プレゼントなんか買って行くっていう感じ。ちょっと待ってください。ガチじゃないですか。僕ガチガチ、普通にガチ回です。何を話すんですか。憧れですから、おこがましいですから。まあまあ確かにね。もう憧れの、うん、存在です。存在ですよっていうことを伝えれるだけで僕はもう一ファンとして十分です。出過ぎた真似はしたくないので。うん、そうね。うん。見切りましたのに。はっちゃうか。ここでいいですよ、もっとこう。あ、いいです。飽きました。もう一回で。いや、すごいなんか楽しかったみたいな。楽しいじゃないですか、トミーさん。うん、いや、僕自身もこうやうわーっとなりましたけど、うん、動画的には美味しいし、うん、ね、よかった、ありがたいので、うん、全然やってくれてもいいですよ。もうあります。もうニコちゃんに何なんか買っ、なんか買ってく？どうする？指輪。やれよ。やりきれよ。援護しないからさ、お前。いや、ちょっとわかんないです。ガチで会うってなった時、うん、あれですね。ハンドクリームです。ああ、なるほどね。なんぼあってもっていう。はい、なんぼあっても系。ああ、確かに。ハンドクリームですわ。はい、おしゃれなハンドクリーム買ってくるか。はい、決まりました。きしょいな、クリエイター同士で会うときにハンドクリーム買ってくるやつ。じゃあ、それと今から事務所の方に行って、はい、会いましょう。やった。やばっ。どうする。え、香水いる。いります。あ、ここだ。ヨヘが立ってたとこ。俺がおめかしして、うん、立ってた場所。立ってた場所ここで、うん、あ、見つかってたんですね。うん、あ、さっき下ろした人だ。だ、家帰って寝るっすかねーとか言ってた人が立ってて、俺立ち上がってるじゃんと思って。じゃあちょっとプレゼント買い行こう。はい、ハンドクリーム。ハンドクリーム。オアボディクリーム。ということで、はい、ウームに到着しました。到着しました。これはもう本当じゃないですか。本当です。ありがとうございます。というちょっとね、プレゼント買ったんだよね。はい、無印良品より、うん、ボディクリームと、うん、ハンドクリームです。はい、俺あんま言わなかったんだけどさ。はい、いや、これが間違いない。はい、かな。え、言ってくださいよ。絶対言ってください。楽しそうにやってたから、なんか、なんか、そうなんかなと思ったけど。ブランド物もありですけど、うんうん、ブランド物だとちょっとなんか、うわ、こいつ
なんか、まあまあ確かに希少ってなりうるかなと思ったので、うん、無印だけどいい料理、うん、いいものです、いいだよ、いいだよ、質質はいいものだよって、はい、で、ハンドクリームとボディクリームというチョイスはもうあっても困らない、まあまあ確かにね、大丈夫かな不安になってきましたこいつ、え、もう来るんすか、いや、来たら、あの、連絡来ると思うんで、待ちですね、まあ、ちょい待ちですかね、え、ちょっと見ていい、はい、え、いぶきから電話です、ちょっと今神田さんの方だとバレエを今やっていまして、ニコさんとかリホさんの声も結構こう聞こえてくるので、ちょっと急遽車で電話していこうと思います。 10% のヨヘ頼むぞ、全力でお願いします、もう何も考えず、理由はとにかく来てほしいっていう形で、出ていいですか、あ、別にいいよ、え、あ、もしもし、あ、もしもし、あ、今ジャジャトミーさんと撮ってる、え、何、あ、撮影中にごめんなさい、うん、ちょっとヨエ来てほしくて、はぁ、はい、はぁじゃなくてバレエのやつ、ちょっと急遽来てほしいっていう感じなんだけど、来れそう、無理無理違う無理じゃなくて、ごめん、ちょっとマジで来てほしい、無理違う、だからお前マジでごめんなさい、ほんとトミーさんすいません、ちょっと、え、なになになに、いや別に俺は全然あれだけど、いや忙しいわ、違うお前マジでさ、そのやめろ、ほんとにそれ感じ、そうなんすよ、で、あ、全然判断は任すよ、したらヨヘの判断で全然俺はいいよ、その二人で話してっていうところで全然大丈夫よ、いや、ちょ無理かも、こっちの撮影内容聞いた、撮影内容聞いてない、これよ、ニコさんに会うのよ、え、ニコさんと会うの、うん、うん、そうか、ちょ、わからなすぎるわ、重要度が、だから重要だ、重要度だろ、わかるだろ、ん、ニコさんより、お前さ、そういうニコさんよりとかさ、そういうのじゃないじゃん、ニコさんより重要の撮影、そのニコさんよりとか言い方よ、そのニコさんよりとか、すまない、だからマジで、いや、え、マジで頼む、いや、そのなんかもう言えない、そのなんか言えないのわかるじゃん、もうってマジで会えるんだ、マジで頼む、あ、ごめんなさい、頼むって、本当にお願い、こんなに余裕にお願いすることないじゃん、人生で俺な、あこっちもスケジュール押さえてもらってんだ、いやだから分かってるって、いや平成フラミンゴ2人にも今日しか、たまたま今日取れたんだ、いや俺も重要度分かってる、そのニコさんトミーさん本当に申し訳ないんですけど、それを一回今日は全てをあれしてでも来てもらいたい、相方とニコちゃんだったら違います、相方を選ぶっていうことで違います、トミーさん、いや、エイブキンとこ行こう、俺も行くわ、え、立川っすよ、うん、別に知ってたから、ユウキとニコちゃんでユウキを選ぶ、素晴らしい、え、違う違う、わかんない、うわーってだ、しょうがない、今日もう会えないわちょっと待ってよ、え、待って待って、会えないね、そんな簡単に会えるわけないだろ行こう、確かに、確かに、あいつ住所送んねえし、あ、俺あるよ、なんだよ、なんだよそんな、もうやめましょうよもうやめましょうよ、あっちゃうか、ここでいいですよ、もっとこう、 OK、 行こう、血を吐きそう、なんでだよわけわかんなすぎて
血を吐きそうです。うわぁ、やってるよ。3人だ。3人じゃん。また、これどうして立川なんですか、じゃあ。じゃあなんで立川なの。確かに。もうシンプルに簡単な予定じゃない、それは。あ、そうなんですね。もっといろいろやってもいいですけどね。はい、もうそれやってる途中です。あ、そういうことか。やってる途中ですって。全然やられてたんだ。いや、まあ誰が見てくれるんだろうって本当に思ってたんだ。ただ会うだけの動画ね。ただ、ヨヘ会う、うん、お疲れさん。お疲れ様です。どうだった？ちょっとすごいことになってます。今ちょうど5円。バレーやちょっとおっしゃって、俺電話の時入れず。全然。とりあえず結果から言うと、はい、いけました。え、来た。ただテンションダダ下がりです。え、どういうこと？トミービデオプラスニコさんたちのスケジュールもなしでも今日はマジで来てもらいたい。うん、伝えた。はい、そしたらずっと来なかったです最初。まあそうか、そんだけ会いたいもんな。そこはちょっとまあなんとかするわ、俺が責任持って。お願いします。ということで、はい、いぶきが大変なことになってるっていうことで。え、すごいね。でもえ、これ撮影しなきゃいけないものがあるっていうのは、はい、嘘ですよね。いや、わかんない。どう、な、な、いぶきのわかんないよ、これ。いや、わかんない。嘘ですよ。あ、そうなの。嘘です。じゃあちゃんと残ってほしかったけどね。でも残ってても。トミーさん、残ってても。あ、何ですか。何もですよね。残ってたらニコちゃん来たかもしれんけどね。え、早くいぶきに会って。おい。言っても終わりです。今日は先ほどちょっとトミーさんから連絡来てて、また今日も会えないんだなって思ってるんです。どうせまたそう、そういうノリだった。そうそう、だから今個人 LINE で、うん、お前やられたわ、やったなと僕に来たんで、だから今日はもうあいつは多分あそこテンション相当ダウンしながら来てると思う。何があるんだみたいな。そうっす。あ、見ます。お願いします。すいません。人のカメラで。人のカメラでそんなやらないよ。うん、どうぞ。これやばいよな。この姿やばいよな。ということで、平浦の2人に来ていただいております。はい、ありがとうございます。お願いします。いや、もう本当にニコちゃんにはいろいろとありがとうございます。いや、とんでもない、本当に。もう力になれたら。で、リホちゃんもありがとうございます。うん、いえいえ。ヨヘが、はいはい、今ちょっと待機しておりまして、はい、なんで、今日は実際に会えるっていう、そのハッピーなやつをね。ありがたい。ね、わざわざ言ってね。いやいや、逆です。逆です。本当にそれ逆です。ヨヘがいるところ。ね、ありがとうございます。なんで、無人島でも本当にミニカーとかありがとうございました。本当にあの説は。マジで。一番ダメになったんじゃん。本当何聞いてなくて。無人島にパトカーのトミーが一個だけ置いてあった。すごい、なんかトミーさんにやられるんじゃないか。今日は、まあ、ちょっとカメラをやって隠れといてもらおうかなと。はいはいはい。なるほどなるほど。バッチリ変装の帽子も持ってきた。はい、はい。じゃあちょっと。バレないように。今日よろしくお願いします。お願いします。ゲストに沢田じいちん。お願いします。お願いします。怪我させた情報人でどうですか。あ、沢がじゃあ怪我させたことでしょう。あ、わかりました。あ、気まずいやつ。やっちゃいました。で、じゃあ、いぶきがちょっと倒れてもらっていいですか、ここに。どうけっす、どうけっす。怪我していただいていいですか。怪我していただいて、はい、で、多分あっちから入ってくるんで大丈夫か。この周りこう囲いましょうか。どこを怪我したの。腕。そうです。腕本当に折れてるから。折れてる。そう、マジ折れ。マジ折れ。逆折れた。めっちゃ怖いよ。やるからついてる。本当に怖い。めっちゃこっちだよ。で、家村は後ろにカメラを持ってカメラ撮ってもらって、一くだりあるなってなったらこうさりげなく出ていただいて、いつ気づくかみたいな感じでいきましょうか。バレない王としてはどう、ジンタン。いや、ちょっと出てますね、オーラが。オーラ出てます。2個は結構隠れてるかな。ニコちゃんのそのプラダのマーク隠しといてもいいんじゃない。確かにプラダ、芸能っぽいわ。プラダはね、痛がります。おー、すごい、よろしくします。ガッチガチのカメラマンみたいになってる。よろしくお願いします。そうだよね、なんか見たよ。本当ですか。今、連れて行きます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。
す。もうコントだと思って大丈夫。オッケーオッケーオッケー。突然寝れる突然寝るうちはちょっと隠れにいる方がいいの。大丈夫ですか。ヨヘニャン行きましょう。本当にここかそういうのもちょっとありつつですよもはやね。はい、もうバレーはしてそうですけど。あ、いや、やっぱ緊急なんだ、やっぱり。あ、どこがですか。めちゃめちゃ、うわ、すごい走ってる。いや、お疲れ様です。よへ。ほら、やばいやばい。やばいよ。やばい、ほら。なんですか。やっぱそうなんだ。息がやばい。息がやばい。ありがとう、来てくれて。いやいや、来ますよ。なんか用事あった。大丈夫だった。いや、全然大丈夫ですけど。いや、でも息吹が。なんか予定あったん。いや、あったんすよ。めちゃめちゃ大事な予定が。あ、そうなんだ。あったはずなんですよ。あ、そうらしい。うん、はい、あったはずなんですけど。あ、そうなんだ。でも一応相方を取ったんだね。相方大丈夫かなって思って。あ、まあギリギリです。いぶきの粘り勝ちみたいな感じです。え、ちょっと行こう。いぶきやばいから。わかりました。怪我しちゃったん。うん、もう怪我しちゃってんのよ。いや、怪我もともとして。じゃあスカイピーススタッフもさ、ちょっとこう、あ、なんか、え、みたいになってた方がいいね。確かに、立っとく。スタッフコンくん、ちょっと、うん、やばいんだ。むずい。何ですか。むずいわ。してるんですか。ヨヘ、大丈夫か。え、全然大丈夫ですよ、僕は。すごい心配して、ね、すぐ行こうっつって。いや、さすが。ヨヘ、もう、9割ニコさんでしたよ。そんな会いたかった。はいはい。え、あ、持ってないじゃん、プレゼント。プレゼント、もう結構いいと。チェック OK ですか。チェック OK です。はい、お出せ。あ、あ、あ、ハツェ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 、はい。よろしくお願いします。お願いします。あ、主に左側ね。はい、腹口。わかりました。まあ、うちについてくれば大丈夫。あ、はい、指示だけちょっと。あ、指示だけインカムで。うん、お願いします。OK、 はい、来るから、お客様。はい、うん、あっち近いです。あの、カメラマン映り込み禁止ね。あ、わかりました。うん、世界観壊れるから。すいません、映像も。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうしたよ、へ、なんか今日変だぞ。いやいやいや、僕じゃないです。うわ、ちょっと、よし、やばい。いぶき大丈夫か。いぶき、今来たぞ。やばい。いぶき大丈夫か。ちょっと待って、大丈夫。いぶき大丈夫か。これは何だ。いやいや、これニコさんに分かって。いや、でも、いぶきさん、これ何。すごい。これはね、いや、餌が音鳴ってからどんくらいだったの。いや、もう結構、2、3分経ってる。結構経ってる、結構経ってる、結構経ってる。笑ってるやん。大丈夫。マジでやばい。ちょっと笑って。カメラマンさん、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 カメラいや、あれ、ちょっと
喋らないと情報が多すぎて会いたかったって会いたかったでしょ。だからさ俺もちょっと考えてさこうすっげー YouTube みんな協力ありがとうございます。あ、そうだこれこれ何これ何あれ何かちょっといやこれは会えるっていうことだったので手ぶらもちょっと申し訳ないと思って手土産を。なんかちょっと気持ち悪いわな。いやこれは違うんです、これは違うんです。用意してくださった。いやいやなんか今日無事らしい。いやそうなのよそれはやめてください。いやいやいや言わないでください。それは言わないでください。そう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 何か気になりますけどね。そうですね中身ねもらってください。ハンドクリーム。かわいい。いや持ってるでしょ。いいよ。いや無印のハンドクリームが。このセンスでいけると思う。初対面で。初対面で。スタッフのボディミルク。ああやっぱね乾燥するから。乾燥するからね、はいこれ。これはもういくらあってもいいですので。確かにもしかしたら絶対二人で組んじゃないの。あれ？お、ちょっと待って。あ、これは間違いない。いや今日いやいやこれ本当にひどい。ちょっと待って。そうそう。で思ってていや思ってた。いや。力ハンドクリーム、どっちからボディーいったよ、いったよ、もうちょっと、もちろん一つずつです。結構じゃあ、だから、いや、だって、これ買うときにこれってセットとかってないですかねって言ってたからトミーさん一でいけるのよ、トミーさん。あ、やばい。ちょっと待って、これ、本当にすいません。そうだろう、いや、これ多分、違う。そんな押さないでください。二人って会えるって聞いてた。そう。あ、それでこれか。これは、ジンさんだったらしないよね。絶対にしないです。だから、ジンさんだけに。俺そんなやつもう今後関わんない。ちょっといろいろなことが起きてる。終わった終わった。よへ終わった。急に終わった。そうです。まあでもほら前はありがとうございましたっていうこれですよね。え、それがどっちがどっちとか。確かに確かに。どっちがどっち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 どっちもこっちでも。あ、確かに。そうそう、どっちもこっちです。ほら、ひどいな。いや、違うんです、これは。これ、これに行きます。いや、いぶき、ちょっと本当になんで俺なの。あ、分かった、いぶきから。あ、そうです、片方はずっと。いぶき、そういうことだ。これひどいですね。いや、もうちょっとやばいですね。いや、かわいくなかったね。こういう形ではありますけど、お会いできたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも協力ありがとうございます。ね、全然ありがとうございます。大成功ですかね。成功です。ありがとうございました。すいません。怖いです。すごいとこに今缶詰されて。ということで、協力していただいて、ジュンさんのチャンネル下に貼ってくださいぜひチェックしてみてください。はい、ということで、以上、今日の水谷でした。はい、ぜひチャンネル登録してください。ありがとうございました。すいません。OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。もういいよ。本当にちょっと嫌がってですよ、怒ってましたよね。もうちょっと最後よね、最後ちょっと不機嫌なんで本当に。あ、何とか言って、痛いとかなって人すごいいて、なんだ電話感じが全然違う。なんでそのカンタさんの行こう行こうもうなんかなんでだろうって思いながら、したらもう公園見たことある色の。よかったよ。カメラ見てとか言ってもうほぼ並んでたよその時。ここでカメラ見てってそめちゃくちゃ言いましたね。はい。何かしいいですか。チェキチェキ返し。ね、二人とも。チェキ、いやいや。ああ、違う違う。そういうことじゃない。いや、全然。そういうことじゃないです。本当に。チェキ返しなよじゃあ。ね、じゃあね。うちが撮ってあげようか。ああ、最悪だ最悪。怒らせてる。うわ。違うんです。目合わないもん。こんなに遠くなったら合わないし、なんか全然近づきたがらないから。ちょっとごめんなさい。ごめん。いや、あの骨折してるちょっと。やばいやばい。いきますよ。はいはいはい、チーズ。はい、ありがとうございます。じゃあ指輪もいいですか。湯飲んでいいですか。あの時水に落としたりして。お前もってあげたい。クソ楽しかったです。あ、本当に。チーズ、はい、チーズ、はい、チーズ、オッケーです。ありがとうございます。